石井被災地、石井被災地、本名、石井十一、男性、1951年、昭和26年9月2日体は、日本の漫画家である。最長期作品はののちゃん、代表作は頑張れ。田淵くん、である。編集プロダクション、チャンネルゼロ監査役。新聞連載や4コマ漫画を中心として活動。一方で、いわゆる、新聞漫画。 空刺画を基調とせず、プロ野球、政治、経済、時事問題、推理小説、哲学、時代劇、学生の貧乏生活、庶民の家庭生活など多岐にわたるテーマを扱い、極度にデフォルメされたキャラクターと、過激な皮肉、ナンセンスや解読困難な展開など独特な世界観を提供する。第31回文芸春秋漫画賞、第7回。 手塚治文化賞短編賞、第32回日本漫画家協会賞大賞、第54回菊池博士賞を受賞、田淵君。をおはじめアニメ化もされている。岡山県玉野市、宇野地区出身。岡山県立玉野高等学校2年生の時、漫画研究会発足時に誘われて、会員となる。高校時代には、虫プロ生児の漫画雑誌。 コムの読者投稿コーナー、グラ、コンモトコースに応募し、二度にわたって入選している。1970年、昭和45年に、関西大学に進学し、漫画同好会に入会。1972年、昭和47年、大学在学中に関西ローカルのアルバイト情報誌、日刊アルバイト情報にて、王、バイトくんでデビュー。 1975年、昭和50年には、大学時代の仲間のミネ・マサズミ、レオナルド、イモラとチャンネルゼロ工房を結成し、導任し、チャンネルゼロを刊行する。同年3月、5年かかって、関西大学社会学部を卒業、漫画家となる道を選ぶ。チャンネルゼロ工房で発行した、自費出版単行本をバイト君が、評判となり、1977年、 昭和52年にプレイガイドジャーナル社から初の単行本、バイトくんが発売。また、漫画アクション誌に連載していた、くるくるパーティーからのセレクト版として、1979年、昭和54年に代表作でもある、がんばれ、田淵くんが刊行され、アニメ映画化された。石井被一作品のヒットにより、 チャンネルゼロは1980年から1981年にかけて機関漫画誌の万金町漫画ゴールデンスーパーデラックスを刊行。本誌は強い個性を持つ寄生作家や同人作家を集めて主面を構成されておりニューウェーブ漫画家を多数寄与した。1980年昭和55年には石井の初期の多数のコマ漫画作品が原作の おじゃ漫画、山田くんが、テレビアニメ化。1981年、昭和56年には、アニメ映画化もされ、1984年、昭和59年には、元奏者漫画山田くんとして実写ドラマ化もされた。1999年、平成11年には、朝日新聞長官に掲載されている、隣の山田くんが、隣のくんとして、 スタジオジブリで映画化。1985年、昭和60年、文芸春秋漫画賞を受賞。2003年、平成15年、現代思想の遭難者たち、講談者、ののちゃん、朝日新聞長官連載など一連の作品に対して、第7回、手塚治文化賞短編賞を受賞。第32回、2003年、 平成15年度日本漫画家協会賞大賞を受賞。2006年、平成18年、菊池博史賞を受賞。2009年、平成21年11月21日より、病気療養に入り、すべての連載が救済となった。その後体調が回復したため、2010年、平成22年3月1日より、 朝日新聞の連載を再開させるなど一部の仕事について復帰した。それ以後、2015年現在に至るまで連載はののちゃんのみとなっている。極端なマスコミ嫌い人嫌いで顔写真が公開されたのは週刊明星1979年9、30.10、7合併号と文芸春秋漫画賞を受賞した1985年。 昭和60年に、夕刊富士、同年5月30日付け、週刊春6月6日号に3度だけ露出したのみ。隣の山田くん映画家事は、記者会見に出ないということが映画家を許諾する際の条件だったため代わりに、ほっとけよ取りなしの山田くん山田くんガイドブックという、小冊子を配った。漫画賞を受賞しても、受賞式にも登場することはなく、代理人が出席している。 サイン会も1985年、昭和60年、鏡の国の戦争を観光時に二度行っただけである。また、漫画家との付き合いも少なく、漫画家になってから実際に会ったことのある漫画家は、大友克弘、西村隆高橋春夫の三人だけであると記している。デビューから、しばらくの間は、自宅の電話機を常に冷蔵庫の中に入れていたという、逸話もある。 マスコミにほとんど露出しないため、基人、偏屈イメージがあるが、実像は、社交家でこそないものの、穏やかな物腰で人と接することのできる、普通の人物である。科目ではあり、大友勝弘は、大阪のチャンネルゼロまで赴いて面会した折に、本人より、周囲のチャンネル炉の人間とばかり会話したような気が、すると証言している。かつては、自身の単行本に、 解説をつけられるのを嫌っており、デビュー対抗本、バイトくん、村上智彦と、甲慎太郎が解説以外には解説がなかった。だが、近年観光されている、被災地文庫には解説がつけられるようになり、各界の石井ファンが寄稿している。頑張れ、田淵くんがヒットしていた頃、石井作品のモデルになったものは、皆不幸になるという話が、 学生時代を中心とした作者の交友関係者の周辺でまことしやかに語られたこともあった。人前に出ないのは皮肉の対象人物からの報復を恐れているからだとする噂もあり、実際単行本の作者紹介欄には敵が多く引っ越しを繰り返していると書かれているものがある。ただし、モデルになった田淵光一はおおらかな性格で、田淵君。 の愛読者だったと伝えられている。なお、石井本人の田淵君に対しての意識は、2003年、平成15年のタイガースの優勝に際し、アンチ阪神を続けるあまりファンかアンチかわからなくなって、来たというコメントをせている。現在までに、大阪府大阪市東淀川区、兵庫県神戸市東灘区渦森台、神奈川県鎌倉市などに在住。 自分で本を購入する習慣がなく、引っ越しをする際の条件に、図書館が近所にあるかを盛り込むほど、図書館ヘビーユーザーを自称している。ビジュアル系、ロックバンドキャリーガリが好きと自身のコラムで語っており、ののちゃん第2492回でも登るが、君が咲く山を聞いて、壊れる場面がある。他にガーネット・クロウなどもあげる。ののちゃん連載内連載、廊下で、 主題となっているファドは自身の音楽的思考である。2012年に出版された書籍に収録した自筆の文章によれば、これまでであった漫画作品のベスト3に、安倍晋一のブライの面影、鈴木王子の夢は方難にあり、楠木勝平のてっぺんかけたかを挙げているが、すべてガロの作家である。また、現役の4コマ漫画では、上田正さの 小ちゃんと、小坂古本の売買については、自作品に自身のキャラクターを登場させ、いろんな人に呼んでもらえる方が、漫画家としては捨てられるよりは良いですがと語らせている。妻は、ヤクルト本社のノンキャリア OL であった女性で、1985年、昭和60年に結婚。作中において、自身の妻は、 ののちゃんの猫久保さんに似ているキャラクターで描かれる。実在の政治家をはじめとする人物、流行、自称、組織社会、地域社会、家族、地域差、生活習慣などの幅広いジャンルを読者が持つたような共通理解と巧みに掛け合わせて風刺し、シニカルに笑わせる作品が多い。同時に、何でも噛みつくとまで言われるほどあらゆる自称に対し、批判精神を忘れない。 ビル・クリントンは、ビル・フリチントンと書かれ、高橋義信の顔は絵の絵の萌え字として描かれる。また、石原信明の顔は、ひょっとことして描かれる。政治風刺漫画では、シー・カズオが一度登場している。実在する人物を描く木は、わかりやすい特徴を捉えて前面に押し出す。例として、宮沢貴一が挙げられる。石井は宮沢を、背もたれに腕を乗せて、 体を斜めにして座った姿で描くが、これは宮沢自身の癖がそのまま出ている。石井の作品はセリフも全て描き文字となっているが、やむを得ないを、やむを得ないと表現する、しつこいを、しつこいと表記するという特徴がある。石井被災地の登場以前、4コマ漫画は気象点結が基本であったが、石井は自作でその規制概念を破壊したという評論に対し、 石井は、実著で、誤解ですと答えている。石井によれば、そもそも4コマ漫画に、気象転結というセオリーはなく、あるとすれば、関連的な読者の認識のフレームではないかとしている。同様の理由で、いわゆる萌え4コマ、日常系4、コマを、オチが弱いという理由で批判するのは、おかしいと指摘している。石井が実在の人物を元に創作した、田淵くんなどのキャラクターは、 しばしば、モデルとなった人物の枠を超えて自立し、モデルの人物とは直接関係のないキャラクターとして、他の作品に通する、スターシステムとして使われている。広岡達郎を例に挙げると、私は猫であるでは、バイト君のキャラクターの何人かと共に、安田武史を編集者とする高慢な作家、広岡達郎として、時代劇者では、大山田藩、十万国の筆頭家老、 広岡業部として登場し、江戸屋敷の家老である野村、野村克也とは勢力争いを展開している。また、読売新聞主筆、渡辺恒夫は町内会長、鍋恒恒夫、その実態は超人ワンマンマンとして野の,のちゃんに登場し、読売トップが朝日連載漫画の純レギュラー化するという事態に至った。この渡辺、広岡以外にも中曽根康弘、 金正日など当初は悪意を込めて描かれていた、人間が長期化するうちに不思議な愛嬌を帯びて、来るという現象も顕著である。また、ののちゃんの旧友の少年探偵、宮部くん、推理作家の宮部みゆきがモデルのように、似顔絵キャラクター、この場合だと、女流推理作家役などを経ずに起用することもある。 さらに著名人にとどまらず、ヤクルトスワローズ施設応援団長をしていた、岡田正康まで登場させている。別の作品に、同一キャラクターを登場させることが多い。前述の実在人のほか、菊池くん、三宅さん、久保くん、鈴木くん、藤原先生、猫久保さん、広岡の家政婦など、など、多数の例がある。自身をモデルにしたキャラクターを作品に登場させる、場合は、 バイトくんの主人公である菊池くんの絵柄でほぼ一貫している。東日本大震災の前は、石井久一というネーミングで登場したことも多かった。また、作品には意味のわからない、わかりにくいオチの作品も多いが、筆者である石井自身も、下書きや作品を何度読んでも意味がわからない作品も、多数あるらしい。隣の山田くんでは、隣のののちゃん、 東京創原社刊末にて、自身も意味のわからなくなった一作品の落ちの意味を読者に尋ねたり、ののちゃんの一作品では公式ホームページで自ら解説を行ったこともある。また、単行本を出す際には、作者本人が作品を厳選、時に訂正や過失を加えていることが、被災地文庫内において明らかにされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。